んなこの話聞いてよ、マジで。あの、100万人記念でね、運営さんがお願いを聞いてくれるみたいな権利というか、実はあるの一つ。例えばそれでコラボカフェだったりとか、ライブしたいとか、まあ、いろいろあると思うんだけど、3D 衣装が欲しいとかね。普通に考えたらさ、やっぱなかなかね、その衣装ってもらえないから 3D 衣装かなってなるじゃん。でも僕は、あの、ガッキーに会いたいって言ったの。したらね、あの、一応マネージャーさんが、わかりました。ちょっとじゃあガッキーさんに会えるかどうか、聞いてみますね、みたいな。そっから、1、2ヶ月返事なくて、やっぱこれダメですかみたいな。無理っすよね、はははみたいなことを言ったら、ただいま進捗確認中ですって書いてきたの。これワンチャンあんのもしかしてと思って、僕それに対して結構マジで、僕と会ってもガッキーさんの方からしてみたら別にメリットがないですけど、でも本当に裏で少しお会いできるだけで嬉しいんです、もういつになってもいいですみたいな、邪魔はしませんみたいな感じでさ、こんな感じでよろしくお願いしますって言って、マネージャーさんがわかりました、承知いたしましたみたいな感じだったけど、それからまた 2,3 ヶ月返事がなくて、聞いてみたら進捗確認中です。これってもしかしてあれって思って、したらね、マリンとかに後回しにされてるに決まってんだろ、バカじゃねえのってさ言われてさ、それはマリンが言ってきたから、マリン嫉妬してんだな、僕がガッキーと会えることをって思ってたんだけど、おかゆ先輩にも言ったの、その話。実はマリンがそんなこと言って、どうせお前後回しされてんぞって言ってきて、無理だって言うんですよって言ったら、おかゆ先輩そうだね、無理だろうねって言ってきてさおかゆ先輩嘘かよ。もう本当に悲しい思いしたんですけど、そらそうよ。いや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 、おかゆ先輩だったらさ、会えるといいねガッキーにって言うと思ってたのに、そりゃ無理だねカナタン、あれそんなに無理なのかな、辛辣くさ、いや本当だよ、おかゆ先輩ワンチャンあるかもしれないじゃないですかと思ったけど、おかゆ先輩がね、そこまでバッサリ言ったということに、僕はもう一旦ガッキーじゃなくて他のことにしますっていう風にしました諦めました。でもそれで、あのマネちゃんは、まあ、ガッキーも進めつつみたいな言ってくれたけどね。どう思う？この近いうちにさ、ガッキーと会えると思うか？ゲン星野もセットで、ゲン星野がセットでもガッキーに会えるなら当たり前に会う。なんならゲン星野に会えることだって、それは、僕にとっては芸能人だって感じだよ、そりゃ。ゲン星野嫌いなわけではない。ガッキーが好きだったんだ。命狙わないでね命、何の話か命、あ、ビビビビビビ。